で、そうだ、うちで働いてくれる人募集してます。すごく難しく考えられがちなんですけど、僕がこんなこと言ってるから。ですけど結構僕はその人その人のやりたいことを全部そのままやってもらってるというか、やりたいようにやってもらってるので、こういう勉強してとか昔やってたんですよ。でもこういうセミナー行ってとかなんとかってこういうのやってこういうふうにやりたいからってやったんですけど、今はもう結構自由にやってもらってる感じなので、興味があれば全然勉強してもらってもいいし、やりたいことがあれば積極的にねやってもいいし、今自分のやりたいことをどんどんやってていいっていう感じで、かなり自由にやってもらってるんですけど、その代わり僕は僕で自分のやりたいことをやってるだけだからね、それはいいんですけど、大事なことが一つあって、同じ方向を向いてるっていうのはとてもやっぱり大事なんですよね。同じ方向を向いてるっていうのは患者さんのためとかそういうのよりも、世の中のおかしいことがおかしいと見えるかどうか、今の本当に世の中に関して、いや私ちょっとそのマスクはみたいな怖いんですみたいなことを言われるとちょっとみたいな風にって思うから、それはね、医療の問題であれ、教育の問題であれ、ね、政治の問題であれ、ね、食の問題であれ、で農業の問題であってもね、詳しい人は全くないんだけど、だけどなんかやっぱり自分の中でしっかりとした軸を持って生きていきたいなみたいな人がぼんやり来てくれた方が仕事しやすいんですよね。だから仕事できる人とかね、衛生士でこんなことができる人とか、歯科助手でバリバリでなんかこんなことができるとかっていうのは全然求めてなくって、日本というか世界でも何でもいいんですけど、そういった生き方として同じ共通認識を持ててる人が働いてくれた方がとても嬉しいなというかね、求めてる、来てほしいなというふうに思うんですよ。うちに来たら食事指導を患者さんにしないといけないんだみたいな、ないないないやりたい人しかいませんからみたいな、そう、全然全然みたいなね。しかももっと新しいことやりたいなっていつも思ってるからむしろなんかね、新しいこと持ってきてほしいなみたいな。食事指導、食事相談とかってどちらかというとね、受けても受けてくれなくても全然患者さんいいんですけど、僕の中でも当たり前になりすぎてちょっと半分飽きてきてる分やって当たり前すぎてもね、いや当然やりますけどもう入り口だからね、便所入ってケツ拭いて帰ってくるのと同じで、もう当たり前なんですよこんなことみたいなね。またなんかもうちょっと新しい、他の歯科でやってないようなことで、もう少し本当の患者さんのためになれる、患者さんのためになれるわけじゃなくて、僕が満足できる歯科医を作ることができるそう、引いては患者さんのためになることがね、できればすごくいいなというふうには思うんですよ。だってほとんどの場合患者さんのためになってないのに患者さんのためになってるとかって言ってるやつが多いじゃないですか。金のためにやってるくせにみたいな、あの人がそういうふうに求めてるからみたいなね、あの人の意思だみたいなね言ってるけど、どうなのかなみたいなね、あれじゃないですか。